おんちゃん、どうしたん？タコさん、ちょっと重大な報告があります。何？怖いねんけど。いや、あの天神さんが今週の日曜日で閉店されるらしい、うん、マジで？マジで。え、めちゃくちゃお世話になってるやん。めっちゃ悲しいな。奈良込み丼でのコラボもありなあ、それ以外でも何回もお伺いさせていただいて、うん、まあ、特におっちゃんとは仲良くさせていただいてってところもあるからなあ、これはちょっと閉まる前にね、行かなかなと思ったから。行こう。ちょっともう編集切り上げていこうかなと思って。いや、もうしゃあないこれは、うん、うん。そこはやっぱさ、こんだけやっぱいろんなお店回ってきててさ、奈良込み丼っていうねコラボ商品出してるお店ってやっぱあそこしかないから。そうやな。だからまあペンさんの話も聞きたいしな。そう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 。ちょっとじゃあ言葉もいるんやけど、うん、行きましょう。行きましょう、はい、ちょっと悲しくなりたくないから、ちょっとあの猫の絵だけ探しておいて。レッツゴー。貴重なポップ。こっちが人懐っこいロック。ういよ、結構レッツゴー。人懐っこい。近い。早くここにやってる場合ちゃん。早く行こう。もうちょっとで天神さん着くんですけど、ほぼ突撃みたいな感じなんですけど、3年前から僕らお世話になってるんやけども、うん、チャンネル登録がほんまに3000人ぐらいの時かな。そうやな。もうやと思うねんけどね、うん、長いことね、あのほんまにお世話になってて、ちょっと悲しさもあるしな、ね、うん、ちょっと会いに行きたいなと思いますね。もう少しなんで少々お待ちください。懐かしいなここな。久しぶり。あー、もう見えてきたよ。見えてきたよ。こんにちは。こんにちは。久しぶりです。久しぶりです。ちょっと子供らとも一緒に来てます。こんにちは。なんか雰囲気変わったよ。髪の毛、昨日変えてちょっと。そう逆になんか痩せられましたね。もう苦労が大変。ほんまなんか冗談なんかわからへんね。気苦労だらけで。でもあれですね、あの電話わざわざそんな僕なんかにいただいて、ほんまにありがとうございます。すみませんでした。いや、もうな、7月の終わりに最終的に決まって、でその時からずっと言われとって、奈良込みさん連絡入れときやって。はいはいはい。でもなんか言いにくかったよ。ありがたいな、僕らとして。でも言ってもらって、なほんまに。それで消極的な意味での撤退じゃなくて、もう一回税肉落として、あの筋肉質にしてから、じゃあどういう展開するかとかいうことを考えていこうっていう。なるほど、うん、でどうしてもこっちとあっち行ったり来たりなんでね、うん、あのやっぱりいろんな部分でロスが多いし、うん、で集約化することによってそのロスを減らそうっていう、うん、とりあえずこの奈良県でこの今の焼き鳥とかたこ焼きとか奈良込み丼を味わうには今週の日曜日まで。日曜日までですよね。はい。でそれであのまあ大阪の池ではもう10年以上前からたい焼きとたこ焼きでやってたんで、うん、あのとりあえずはその2品でいこうかと。なんかじゃあちょっと買わせてもらえたらなと思うんですけど。 ありがとうございます。たこ焼き、たこ焼き12個入り1つと12個1つで、焼き鳥がぼんじり1つ、タコ2つで、もも3つで。もも3つで。はい。じゃあすいません、お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。よいしょ。じゃあ今からちょっとあの池田の方にも行ってきます。お願いします。はい、ありがとうございます。お世話になりました。いや、こちらこそ。ちょっと寂しくなるんですけど、また会える日を。池田にはいるんですよね。池田にはいる。なるほど。お部屋に。あれな、大阪行った時寄らない。せやな。わかりました。じゃあ僕ら今から池田行きます。ありがとうございます。はい、っていうところで天神さんで今買ってね、まあ、こちらのお店は増賀駅からだいたいところで10分ぐらいの場所にあるお店になってまして、まあ、駐車場はないんですけども、まあ、あのパーキングがね駅の近くにあるんで、そちらに停めてね、まあ、行ってもらえたらと思います。まあ、今週の日曜日までってところなんですけど、まあ、奈良込み丼とかも注文できるらしいんでね、はい、
ゃ寂しくなるけども、とりあえず今たこ焼きとかね、あの焼き鳥買ったんで、それを車で食べて、そしてね大阪池田の方にもね行きたいなと思います。まあ、同じ味がね食べれると思うんでね、はい、ちょっと調査しに行ってきます。じゃあたこ焼きいただきますか。久しぶりやな。なあ、暑いな。ここのたこ焼きマジでとろとろやねんな。なあ、いつ食べてもうまいもん。これ奈良で食べられるかの話。なあ、うまい。中がとろとろでさ、だしがまたいい感じで効いててさ、でソースがねほんまに濃くなくて、ソースしてなくて、すごいたこ焼きそのものの味をね楽しめるっていう感じがして、めっちゃ美味しいよね。うん、うまっ、プリプリ、めっちゃ香ばしいな、タレの。もう全部食べるわ。どうぞ。うん、おいしい。よかった。うまっ。なあ、もう噛み締めて。よし、じゃあね、これもいい機会やし、うん、大阪池田の方にある天神さんの方に行きましょうか。ね、挨拶しに行こう。そやな。ということで、大阪府と兵庫県の境目あたりにある天神池田店を目指して車を走らせます。あいにくこの日はお盆真っ只中ということもあり、車が多い。まずは柏原インターから西名阪自動車道へ乗ります。さすがお盆真っ只中、高速道路も車が多い。安全運転。途中の分岐で近畿道へ入り、東大阪方面へ。そこから阪神高速13号東大阪線や阪神高速11号池田線を走り、最終的に川西大花出口で高速を降りました。そこから稲川を渡り、しばらく進むと見慣れた天神さんの看板が。かかった時間は1時間弱。パーキングに停めて行ってみたいと思います。西日が眩しい。なんとね、今大阪池田の方に着きました。梅田とか通ったから結構さ、うん、都会やな思ったけど、この辺はめっちゃのどかやな。うん、ね、いい感じの街並みでございます。見えるかな、ほんまにこういう落ち着いた感じの街並みです。で、天神さんはね、商店街の、ね、入り口のところにあって、もう見えてたな。見えてた。あったんでしょ。行きましょうか。行きましょう。こんにちは。ちょっと縁があったんで来させていただきました。こんにちは。こんにちは。大きくなって初めて来たな、池田店の、ね、初めて来た。遠かったですね。ちょっと遠かった。じゃあたい焼きのパスタの一つと、じゃあつぶあん二つ、クリームチーズも一つください。ポン酢とか味噌バターとか。あ、味噌バターとかあるんや。斬新やな。味噌バターとポン酢にしよう。ポン酢にしよう。あ、そうか、醤油は。醤油向こうあるやん。マスガ店の店主さんは来週以降じゃここでっていうことなんですか。あ、ちょっとまだ片付けたくなってたら、9月からかな。あ、そうなんだ。なるほど。まあ、いろいろね、なんか店主さんがあるから。あるから、うん。ほんまや、サイン飾ってる。あ、ほんまや。しかも、コミのサイン。コミのサイン。コミ君自体。サイン。ありがとうございます。2021年。あ、そうなんや。ね。柏原のマスガでは食べられへんけど、この大阪池田の方来てもらったら食べれるんで。ね。これたこ焼きってやっぱ味一緒ですよね。一緒です。よし。よし。ぜひぜひぜひ。お待たせしました。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。池田ってなんかこれがうまいみたいなあったりします？食べ物ですか？食べ物する。有名なチキンラーメン。チキンラーメン。あ、そうなんですね。へえ。で、なんか自分の好きな好みのトッピングとかして、そうなんできる。へえ。そうなんですか。あ、そうなんや。へえ。知ってたらもっと早く来ていったよかった。ほんまやな。遅かった時に。ほんまや、あんねや、これ。ほんまや。自分で好きな味とトッピングとを選んで、へえ。めっちゃ面白い。じゃあ池田遊びに来られた方はな、この天神さん寄ってもらったりとか、このチキンラーメンもたくさん行けるんでね。めっちゃいいやん。楽しんでもらえたらなと思います。な。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。いやいやいや。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。じゃあ次はたこ焼きとたい焼きも買ってきたね。この大阪池田の方にはたい焼きがあるんよ。うんうん、置いといてくれてやな、あの感じ。多分そうやんな。札立ってあったもんな。そう、うん。これなんか手土産だからこれやったらなんかすごいいい感じするよな。ね。しかもなんかいろんな味あったよね。そうやね。あんこだけじゃなくて。そうやね。
いいね。チーズカスタードあんこ、あんこ2個。お、クリームチーズあんこ、あんこ、あ、クリームチーズ、あー、なるほどね、入ってるわ。あんことチーズなんや。そういうことない、クリームチーズだけじゃないんやな。な、いいな。たい焼きやん、やっぱり。うん、あ、おいしい。なんかあれやね、クリームチーズがすごいちょっと甘く感じるような、うん、あんこと一緒に入ってるから甘じょっぱい感じが、うん、何が違うってやっぱ圧倒的に表面サクッとしながらも、うん、このふわっとした感じのこのなんか空気がこう口の中に入ってくるこの感じやっぱ違うよな、うん、これ時間かけてくる価値あるわな。うまい、たい焼き、めっちゃ。じゃあ次はこのカスタードクリームの方に割っていきたいと思います。粉かかっててんな、すごい。うわ、おうい、うまそう。うん、うん、お、めっちゃ食べやすいこのカスタードクリーム、うん、うまっ。なんかめっちゃ甘いんかなと思ったけどそんな甘さ強くないよな。そうやな、うん、トロトロというよりかはドロドロの、そう、ドロドロのな、ちょっと固めの、うん、虹寝てんな、めっちゃ綺麗やな。たこ焼きの方もね、いただきたいと思いまして、ここのたこ焼きはポン酢と味噌バターがあるんよね。ね、まずポン酢の方からいただきたいと思います。うん、うまっ。これさっぱりというよりはなんかちゃんとしっかり粉もん楽しんでるって感じがするね。醤油感が結構強めのポン酢な感じするね。そうやんな、うん、次こちら味噌バターっていうところで初めてやわな。味噌バターどんな味なんやろな。うわ、匂いからもう味噌や。そう、すごっ。うん、しっかり味噌や。ちょっとお味噌汁食べてる感じ。そうなん、うん、美味しい。斬新やなこれ。へえ、うまいな。な、美味しい。味噌の方が気持ちいい。なんか生地しっかりしてる気する。うん、なんか食べ応えあるよな。ある。これはちょっとな、大阪の方来る気があったら食べてほしいな。そうやね、なかなか他にはないっていう感じの、うん、うん、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということで今回はねちょっと特別にね、その柏原マスガの方にある天神さんがもう閉まっちゃうというところで、はい、この池田の方にまでね、うん、足を運んで天神さんのたこ焼きといただきました。ちょっとね悲しい気持ちはあるけども、そうやね、まあ、ただなくなるわけじゃないから、大阪来たらね食べることできますからね。地球にもかかわらずね、今回とってご協力いただきありがとうございました。ありがとうございました。うん、寂しくなる、ね、いやでも美味しかったな。美味しかった。今後の成功を祈って天神さんにパンということで、次回の動画でしましょう。バイ。どんな終わり方やね。分からんが、終わり方の趣味が分からんがだから、まあ、これでいいでしょ、はい、今回は。ということで今から奈良に帰りましょう。帰りましょう。帰りました道やな。はい、2時間かけて帰る。おい、はい。